ウェリントンの勝利、または、ビトリアの戦い作品91は、ルートビヒバン・ベートーベンの還元楽曲である。本作は1813年6月21日、スペインにおける、ビトリアの戦いで、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー率いるイギリス軍が、フランス軍に勝利したことを受けて、ウェリントン公を称える曲としてベートーベンが作曲した、ものである。 この曲は二つのパートで構成される。前半は、ビトリアの戦いを再現したもので、左右から、それぞれの行進ドラムと新軍ラッパに続いて、イギリス軍を表す、ルールブリタニアと、フランス軍を表すフランス民謡、マールボロ将軍は、戦争に行くマルブローを損馬 TN ゲールが、現れ、激しくぶつかり合い、やがて、フランス軍が撤退していく。後半は、 イギリス軍の勝利を祝う花々しい外科となっている。演奏時間は約15分である。本作はしばしば戦争公共曲と呼ばれる。公共曲と名付けられてはいるが、ベートーベンの9つの公共曲には含まれていない番外の作品である。オーケストラによるそなたとしての公共曲の概念に含まれるものではなく、むしろ描写音楽的であり。 公共史の先駆的楽曲と考えられる。初演当初は熱狂的歓迎で受け入れられた作品であり、また下記の使用といった先進的な試みも見られることから、ベートーベンの音楽の変遷や需要を考察する上でも興味深い作品の一つと言える。しかし当初の目新しさも、初演から200年経った現在では完全に色あせている。現在では、 ベートーベンの全作品の中で取り立てて存在感はない上完全再現には下記が必要なこともあり作曲者の多くの楽曲の中で演奏機会も特に少なくなっている公共曲全集、還元楽曲全集などと名打たれた CD にさえほとんど収録されていないのが現状である同様の思考のチャイコフスキーの序曲1812年が野外コンサートや CD などで比較的取り上げられる機会も多いのとは対照的である。このような状況ではあるが、指揮者、ドリンマゼールが二度にわたって録音していることは注目される。また、カラヤン、ドラティ、シェルヘンなどの著名指揮者もレコーディングを残している。1813年12月8日ウィーンにて、ベートーベン自身の指揮で初演。この演奏会は、 花ウの戦いで負傷した兵士のための事前活動の一環とした演奏会であり、フンメル、シュポア、モシェレス、サリエリーらも演奏に参加した。初演は大成功を収め、この曲はたちまちベートーベンの人気曲となった。また、同じ演奏会で公共曲第7番も初演されている。それから10年を経て、ウィーンの聴衆に失望したベートーベンが、 ベルリンで開こうとしていた公共局第9番の初演をウィーンで開催する洋文化人たちが連名で作成した単元書にもウェリントンの勝利の栄光を今一度という文言が含まれているほどで当時の本作の人気の凄まじさがうかがえる。日本国内の場合、ひなわ銃の射撃音が織り込まれた弦楽譜に習って実際の歌器を使う形式で初めて演奏されたのは 2007年10月20日、東京都練馬区大泉学園町の陸上自衛隊、朝霞訓練場においての陸上自衛隊東部方面音楽隊ほかによるものである。使用された歌器は作曲当時の射撃音に近いとされる特別機状態が使用する旧式のライフルである。ただし、この演奏会ではオーケストラではなく吹奏楽編成で演奏された。 当初は、還元楽曲としてではなく、パンハルモニコンのための曲として作曲された。パンハルモニコンとは、当時の軍楽隊の様々な楽器の音色を出せる児童、演奏楽器であり、メトロノームの発明者として知られるヨハンネ・ポムク、メルゼルがその頃発明した。ウェリントンの勝利も、彼の移植により作曲されたのである。1813年の8月から9月にかけて、スケッチされ、 10月の第1週に完成された。初演後、ベートーベンとメルゼルとの間に著作権トラブルが発生したが、1817年にはベートーベンの勝訴に返し、この曲は後のイギリス国王ジョージ4世に検定された。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット1、ホルン4、トランペット6、トロンボーン3、 ティンパニシンバル、トライアングル、スネアドラム、ラッチェット、または、マスケット銃、バスドラム、または、大砲に異常、言語オブベイトーベンの全作品において、最大級の還元楽であり、還元楽編成だけを見れば公共曲第9番をも、しのいでいる。楽器は大砲。大迫力の、自衛隊の大砲を使った、コンサート07アスキー .jp。ありがとうございます。